どうもお久しぶりです。13日の金曜日です。なんですけど、今回皆さんに残念というか悲しいお知らせがございます。今日は11月の13日に公開されてると思うんですけど、収録日が11月の10日なんですよ。というのもアメリカ時間の11月10日、つまり今撮影時点の夜中ですね、今日の夜中に最終パッチが配信されます。この13日金曜日のゲームシステムのバグとかの修正と、あとはこれが大事なんですけど、前までは13日の金曜日サーバーがあったんですよ。ちゃんとそれが P2P マッチメイキングっていうのに変わりまして、要するにホスト、何て言うんだろう、その部屋を作った人が抜けると部屋ごと消えちゃうみたいな、試合中でもマッチング中でもそのホストの人が抜けるとマッチが強制終了してしまうという、まあ昔の13日金曜日のマッチメイキングかなに戻る感じですね。で、あとはポイントと、ポイントじゃない、経験値とガチャとかを回す CP の獲得が 2倍と、あとテープの、パメラのテープとトミーのテープのドアップ率のアップの無期限延長ですね。そんな感じなんで、だから最終部分でも、もともと、ちょっと13日金曜日映画の人とちょっと揉めまして、このゲーム、裁判沙汰になってたんですけど、それでそれ以降、新しい更新とかはもう2年くらいなかったんですよ。で、今回最終パッチが発出されるということで、実質的なサービス終了、まだもちろん遊べますよ、遊べるんですけど、ほぼ実質的にサービス終了と考えてもいいんじゃないかなと私は考えております。というわけで13日の金曜日、今や結構夜にやってるんで、やってる人も多いんじゃないかな、日本人も。ちょっとマッチングするか分かんないけど、行きましょう。で、聞きたいね、最後に。はい、すぐマッチングしました。やっぱ実際の金曜日、実質的な最後の日なんでね、やってる人多い感じかな。お、パート2だ。パート2だよね、これ。はい、日本人が結構いますね。ここだから私だ。操作。操作がないない。だいぶ生きに来た。逃げまーす。逃げよう逃げよう。操作がないのにな。まず大きい家に行くと思うんで、キャンプ場を探索したい。キャンプ場通過。バーベキューを、バーベキュー、キャンプファイヤー、ナイフとかたまにあるんだけどな、ないっすね。これは瓶か。お、早くも一人で出て、窓がない。入ります。いや、逃げ切りたいね。でも今時ゲームもジェイさん続けてる人さ、だいぶもう重さレベル高い人たちばっかなんだよ。武器をし、武器だから。鬼なんか来てんだけど、なんか誰か、レベル高い人ばっかりいる。あ、鍵だ。どうした、間違えちゃった。この家はいいや。うわ、悲鳴が。車の鍵か。あれ、扉ない。
扉あんじゃん、ちゃんと閉めなさいよ。ここ来てないのかな、来た、でも扉開いてたもんね。探索燃えか、あ、こっちは閉まって開いてんのか。ダンス、まず負けてけ。とりあえず人少なくない？もう5人しかいないの？車の方向かうか。怖いな。久しぶりにやるんで、うわ。もうあと2人しかいない。車どこ？マップ見るのも怖いもん。マップ見てないと行きそうでさ、全然違うとこ行ってんじゃん。まあいいや、この道路に沿ってどっか。うわ、びっくりした。びっくりしたな。こっちの車何人乗りだ？どう車？待て待て待て、もうあと4人しかいない。早っ。2人乗りですね。湘南まだ仕掛けてるし。うわ、どんどん抜けてく。ジェイソン上手い人じゃん。どんどん抜けてくよ。何もできてないじゃん。トミーも奪えてない。おお、びっくりした。戦ってんなジェイ。しかも鍵があんじゃん、あそこ。じゃあ二人のとこ置いとこ。車どこ？え？車どこだ？こっちか。はい。鍵だけ置いて。もう三人しかいねえ。助けるか。戦うか、みんな。あ、一人でやってたな。わあ、もうやめだ。ジェイソン。どんだけ上手い人なんだ。まだ開始5分くらいしか経ってないでしょ。うわっ、嘘嘘嘘、うわー、うまい。うまい人でしたね。いやー、マジか。5分で、5分でもう残りこの人だけっすよ。しかも近いし。俺が死んだってこと。この子頭悪いよ。頭悪いキャラクターだよ。大丈夫？トミーも奪われてないもんね。頑張ってて。厳選してるな。入れて入れて。あー、いいいいアングル。終わった？失敗したね。おパート2ってこんな顔してたっけ。あー、やられた。全滅ですね。最速の全滅じゃないですか、これ。この前で。やっぱ、ルール150の、凄腕たちが、いますね。すごいね、やっぱ、モンスターたちばっかだ。みんな、離脱してってるし。すごい数字だな。75、7656。なんだ、住所がないかな。かな。無期限値2倍もらえるんで、お、結構もらえた。やった。窒息させられた。はい、2戦目やっていきましょう。
今度こそ逃げ切りたい。あ、置いてないね。前人ばっかだね、やっぱ。さっきと別の部屋ですね。そういうとこ、いきなり家がある。I gotta find the others. 離脱してるぞ。たださ人が少ないんだから、離脱しないでくれ。罠持つか。罠とか煙に仕掛けてる人いないでしょ。俺くらいしか。なあ、ケニー。バットもないか。いやー、待ってくれ。あ、灯油がある。灯油かー。どんどん離脱してってない。もう3人しかいない。もう、離脱しすぎだよ、みんな。ここどこ？ここか。続くのキャンプファイヤーなんかない。ショットガン。お、ここはナイフ。いいですね。ショットガン覚えておこうか。場所怖いな。車行くか。トミーも生まれてないもんね。ここの家見たいけど窓があった。うわ、鍵も見つけちゃった。手に入れてもいいな、鍵。取りに行くないかな。ほい、ない。トミー呼ぶ技術がない。よし、閉めて。ほい。もう夜遅いからあんま大声出せないですよね。罠、罠仕掛けるか。いざとなったらここで戦うかもしれないしね、ジェイと。ラジオなかった？ないか。怖いな。鉄パイプか。こっち何塗り？鬼塗りか。罠はないけど。壊されてる、ここ。壊されてますね。次に鍵を置くか。鍵を置いて。いけるか？はい。はいはい、あっ、よし、着いた。はい、食うか。Hope I'm doing this right。 逃げろー。やばい、来てた。やばい、うわ、武器ないよ。よかった、よかった。おい、危ねえ。助けて。人がこっち向かってきてる。助けて。いるな。お、前に。ちょっと、あのお姉さん。あ、ちょっと待って、行かないで。痛い。向きない。助けてよ。
あの人なんで助けてくれないの。樹木さん逃げてったよ。ちょっとどうやってたんだっけ。でどうやってたんだっけ。こうか。ちょっとやばい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 。やばい。やばい死ぬ。もう助けてくれていいじゃん。なんで助けない。なんでゴムシミスーしてったよ。あの生存者ジェイソンもそっちに狙えよ。なんでバカになるんだよこいつだな。こいつこの人しかいないじゃん。もうくれまあ、助けるか来たじゃないか、ミッチは。この家で武器取ればよかったな。うまく本堂弱してる。あ、つかんだ。ナイフはない。あった。刺してガードして掴んで、あっやっぱ上手い人ばっかだな。上手い人ばっかっす。2巻連続で全滅ですもん。日本人全滅ですね。経験値が2倍なんで結構もらえるはず。もらえた。ありがてえ。さあラストゲーム最後ですね。今日このジェイソンの自殺 PR もしかしたら最後になるかもしれない試合です。パーティー逃げ切りたいね。俺じゃないよね。俺じゃなかった。まあ逃げ切ってみますよ。日本人多いな。そして胸にボタンを押し間違える。まだ持ちたい。はい。あれはいいのがある。照明弾がある。一部界隈では取締官と言われている。照明弾バッテリーだ。バッテリーか。バッテリーか。下アイテムがねえな。あ、バッテリー持ってっか。隣の家見たいな。隣の家見ていい？うわ開いてねえ全然。はいどうも。お邪魔します。まず扉閉めるか。ほい。トミーとかも呼べたら呼びたいんだけどな。これは罠か。罠は仕掛けたい。もう鍵一人で逃げちゃうよ。もうガソリン製あれば。じゃあ今のところはバッテリー4人乗りにバッテリー入ってるのか。人溜まってるとこはあるな。4人乗りにバッテリー入ってんの言わなくない？
鍵を持ってきたいのに、前に。いや、これ最後って決めたから、この試合勝って、実際に月曜日を終わりたい。いや、ないっすね。ここ見たっけ？あ、テープだ、やった。よし。貴重なテープもゲットしたし、最終回。ないっすね。ナイフの1本や2本とか欲しいけど、あとスプレーが全然ないんで、最近。さあ、音声認識。ダメか。もうなんか、プロの音ってきた。アイテムくれ。ナイス。さあ、どこ行こう。ガソリン、多分こっちがツーシートなんだよね。こっちか。左下がフォーシートだと思うんで、こっちの大きい家の 下の方がツーシートなんですよ、多分。ほんと日本人ばっかだな。怖い。痛いのよね、こっちが。ああ、今戦ってるのはバッチリ入れても大丈夫ならない。行けか。ほい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 。OK、サイエンチェリー。Hope I'm doing this right. で、はい。で、俺は逃げる。どこ逃げよう。一回上帰るか。照明弾取りに帰るか。ジェイソンも着実にやってますね。いやー、最後は逃げ切りたいけどな。窓がねえな。照明弾やったぜ。まだここ戦いづらいな。でもトミー4人の絵が動きそう。通信弾1人向かってるから、ガンチその人ガソリン持ってないかな。さあ、人いる？あ、いないか。ツーシーターが専用はないのか。フォーシーター行きたいな。ここら辺でハイエナス？車が動いて、ここ通るの待つか。それもありだよね。大きい入れとくか。人来てんのね。あ、車来てる。で、行く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 。乗らせて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 。待って、行かないで。警察、もう来たけど。車行かないで。車。車待って。待ってくれ。行かないで。車。おいおい、一人で逃げる気か、あいつ。おい、待って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 。一人逃げるか、あいつ。ちょっと待って。止まってんな、あそこ。俺は最後の試合勝ちたいから。バッテリー入れました、私。
バッテリー入れて鍵も置いてきました。私を逃げさせてください。待ってるね。おい行くなよ行くなよ。おーい嘘だろ侍。うーわ最悪。何が侍だよ。ひどい。俺が近寄ってたら逃げ上がって。ひでえ。真の侍ないねんぞそんなんじゃ。裏切られた。うーわ最悪。まあ、警察呼んでくれたのは嬉しいけど最悪だよ。何が侍だよ。侍魂持ってねえなあいつ。くそー煽りやがって。あれこそ煽り運転だよ。乗せてもらえると思って近づいたら逃げ行っちゃうってさ最低。しかも一人逃げたんでしょ。一人逃げ、トミーと帰ってきたのか。絶対協力しないトミーとは。まず謝ってほしい。こんな終わり方やだよ。ほんとひどいかったな。いじめだよいじめ。問題になるよそれ。謝罪会見してほしいわ。どうしよう、いるか。あと2分半か。ここに言うの前だな。右だったらすごい助かる。左になんかもう張ってる人いるな。あれかけてんだろうな左に。これ左だったらあの人大勝利だけど右来てほしく、惜しいな。いやちょっと右方ねかな。あと4人。みんなバーバーだね。ツーシーターに群馬買ってないトミーじゃないよね。あスーシーター？鍵拾ったな、あの人。料金に逃げてった。追われてんのかな、ジェイソンに。で、俺の左下に人が一人いるから、いるとなったら協力できるよね、左だったら。警察が。まだ1分あんのか。長えな。長いっすね。あ狙いましたね左にいた人。あと40秒。トミー生きてんのか。大きい誘致をしてんのな。あと20秒。もう長いな5分って。右来い右。みんな右を祈ってるでしょこれ。3人残り3人。来い来いや来いや。4321。うわ最悪最悪です。うわーちょっと待って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 来て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 。助けて助けて。そこの人杉田玄白助けて。レジ止まってるし。杉田玄白助けてくれ。シフト今じゃん。
どうってじゃあ、待ち構えてる。ごめんな、杉田玄白。お前近づいてこう。違うか、前行ったな。ちょっと助けてあげたけど、こっち来るか。危ねえ。ちょっとほい、助かるぞ。さっきのいいか、俺がさせてきた。じゃあ取れない取れない。まだあるから、その隙に出たいな。いた。あ、おい、ちょっと待って、撃ったのに出れなかった。まだ行かかってた、もう一人の杉田玄白が。もう杉田玄白、逃げてくれ。おい、トミー、お前またま一人逃げる気か。あ、入れてあげてほしいな、この人は。乗せてあげて。ありがとう。ありがとうで。俺は乗せてくれなかったくせに。あ、引き出された。どうする、トミー。トミーどうする。杉田玄白、見捨てたー。見捨てやがった。やっぱこの侍、ダメだわ。侍魂持ってねえわ。助けろよ、庶民を。うーわ、2回も逃げ上がった。どう思います皆さん、これ。まあ、それも作戦で、チーム戦じゃないからね、このゲーム。でも、世の中にはこういう血も涙もない人もいるんですね。これ日本人じゃないでしょ、絶対。日本人だったらショックだけど。はい、というわけで。以上、13日金曜日でした。またいつかやるかもしれないですが、とりあえずは一旦区切りということで、ありがとうございました。